ニュです。ミです。ヌールです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。今日は3人で100問の質問に答えてみたです。イエーイ。今回はですね、インスタのストーリーの方でピティーズの皆さんから100問ほど質問をいただいて、それに3人で答えていくっていう企画になっております。イエーイ。アイデアの方からどんどん答えていきたいと思います。はい、それではどうぞ。いきます。はい。あなたの名前は？クレイリアです。あなたの名前の由来は？トトロのメイクの由来です。誕生日は？8月4日です。星座は？双子座です。チャームポイントは？長いまつげです。ピンクラテ TV メンバーと自分の顔を入れ替えるなら誰のどこと入れ替えたい？どこと？じゃあアリアちゃんの目で。次、髪型。今日の髪型のポイントは？巻き下ろし、パイパイパイ。巻き髪下ろしです。あなたが思う自分の性格は？学校では静か、他ではうるさいっていうギャップがすごいです。他人からあなたの性格どう言われてますか？人見知り。ズバリ長所は？マイペース。ズバリ短所は？集中力がないとか。肌が荒れた時の対策は？あ、それ私が聞きたいんだけど。実家に行くこと。無人島にピンクラテ TV メンバー一人だけ連れて行くなら誰連れてく？ユナ。趣味は？趣味はゲームです。特技は？ダンスです。好きな人のタイプは？身長が高い人。使ってるシャンプーは？オラプレックスで、シャンプーはなんか番号忘れちゃいました。生まれ変わったら何になりたい？自分。好きな曲は？好きな曲？曲全然聞かない。やばいよ。ドラえもん。あ、星野源。おすすめのパックは？おすすめのパック、ルルルン。ああ。どこで洋服買ってる？ザラが多いです。うん。YouTube と Instagram どっちかしか使えないってなったらどっち選ぶ？ YouTube。 秋に狙ってる服は？ちょっとモノトーン系のものです。今一番欲しいものは？今一番欲しいもの、時間。将来結婚したい？したい。何歳くらいで結婚したい？何歳？29。29。将来子供欲しい？欲しいです。よく行く場所はどこ？よく行く場所？梅田。休日は何してる？休日はレッスンかゲームです。カラオケで外せない曲は？やっぱ K-POP 歌いたいです。歌の上手さは自分何点？59。もし過去に戻れるならいつに戻る？年長の6歳。なんで？あ、なんで？なんで？なんで？めいちゃんが年長の6歳に戻りたい理由はなんで？幼稚園の卒業式に飛んだから。あ、なんかちょっと惜しい。おそう。宇宙に行くなら何持ってく？非常食。英語で好きな単語は？ユージュアリー。おにぎりの具で好きなのは？鮭。可愛いと思う仕草やって。可愛い。明日の予定は？明日学校です。あなたの癖を教えてください。あ、これとかこれとかよくやって。魚は何が一番好き？鮭。忍びに大切なことは？喋らない。すき焼きに欠かせないものは？タレ。背中に羽が生えたらどうする？飛ぶ。宝物は何？ペットのクレア。遅刻した時の言い訳は？お母さんが起こしてくれなかった。月一で食べたいものは？そうめん。友達に言っておきたいことは？嫌いにならないで。嫌いな女子ってどんな女子？うざい女子。嫌いな男子ってどんな男子？うざい男子。自分の好きなところベスト3。ベスト3、髪の短さ、まつげの長さ、ヘッド二重。ペット飼ってる？飼ってます。何飼ってる？犬。トイプードルですよね。イエス。もしも透明人間になったら？友達の家入る。もしも100万円あったら？家
家族で旅行に行く。もしも願いが一つだけ叶うなら、もしもボックスが欲しい。ぶっちゃけ自分って絵上手だと思う？全くです。今57問目ですがどうですか？どうもどうもクラスで可愛い子ってどんな子？でしょ、猫になったら何する？ごめん、猫になったら 何する？猫になったらちょっとイケメンな人に甘えたい。のど自慢大会出るなら何歌う？自分の得意な曲がちょっと分かんないけど、クラスで面白い子ってどんな子？みんなを盛り上げる子。占いって信じる？信じます。おまじない何かやってる？やってない。なんでやらないの？聞かないから。メールでよく使う絵文字は？赤ちゃんと赤ちゃんに羽が生えた天使みたいなやつ。猛暑と極寒、どっちの方がマシ？めっちゃ寒い。今更ですが、あなたの性格は？私、マイペース。部活は何やってます？帰宅部です。今楽しい？はい。大会とか出た経験ある？ないと思う。将来の夢は？演技もできる、マルチに活躍できるモデルさんです。10年後何してると思う？楽しくモデルの活動してると思う。今から丸×コーナーです。はい。ズバリ自分が好き？丸か×か。丸。実はすぐ泣いちゃう？はい。丸。有名人になりたい？丸。実はオタクです？丸。人に愛されたい？人に愛されたい。丸。ぶっちゃけ自分モテる？正直に言っちゃった。私って地味だって思うことがある？バツで。ここまでで丸バツコーナー終わりです。あとちょっと頑張って。頑張ります。弁当に入ってて嬉しいおかずは？ハンバーグ。学校は楽しい？楽しいです。勉強好き？うん、三角。先生で好きな先生はいますか？いません。ピンカーで TV を一言で表すと？可愛いパーティー。最近の面白い話？毎日面白いです。ピンカーで TV メンバーで誰かを子供にするなら誰？めいちゃん。なんで？なんでちょっと先に謝りますね、すいません、可愛いから。全力ぶりっこでピンクラテ TV 始まるよ。やってピンクラテ TV 始まるよ。最近見た映画は？ジブリの黄色でしょ。メンバーの好きなところは？みんな可愛いし大人っぽいし接しやすい。キノコの山派？タケノコの里派？今はキノコ。早起きするコツは？アラームかけまくる。変顔して。身長何センチ？162です。認知されるために何したらいい？毎回コメント。楽しかったですか？めっちゃ楽しかったです。自己 PR をどうぞ。自己 PR？ いつも笑顔のレイラです。最後に一言。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかあっという間だった。意外と少ない。意外と、うん、3人でやった、うん、スピーディーだった。難しかったね。結構悩んでる。結構悩んでる。この中で一番悩んでる。今回はたくさんの質問ありがとうございました。ありがとうございました。自分がした質問入ってましたか？入ってたかな？入ってるといいですね。いいですね。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。